こんにちは、ペリコです。軍事専門誌月刊パンツァー2022年7月号の紹介をしていきますね。まずはカラー特集。カラーをお届けするのはミシシッピ州兵第155機甲旅団戦闘団による NTC での演習、 NATO によるコールドレスポンス22演習、ラトビア国防大学の夏季野戦キャンプに参加したアリエテとダルド、中国陸軍の11式 105mm 装輪突撃車などを紹介。そして特集の方はロシアによるウクライナ侵略にちなんで、挫折した電撃戦ロシア・ウクライナ戦争の行方とロシア・ウクライナ戦争参加兵器カタログ。本文記事連載では田岡俊二の軍事情勢を検証する、モノクロの記録天然色の記憶、軍事ニュース、レオパルトに開発しなどを掲載しています。今月号から始まった新連載としては、ヒャッハーでもわかるジャベリン撃ち方講座、ウクライナで話題となった対戦車ミサイルジャベリンをイラスト中心に解説、映画紹介連載のサロンデュシネマでは実在の女性兵士を題材にしたロシアンソルジャーを紹介。目次全文と購入リンクは概要欄に載せましたので、そちらもチェックしてください。よろしくねー。